夏に入り、様々な素質馬がデビューした2歳馬たち。その中でも先週に衝撃的なデビューを飾ったのが、美穂の上原厩舎、ピコちゃんブラック。名前がとても印象的な北三ブラック産駒。母は未勝利ながら、近親に最地コンコルドやビクトリー、リンカーンなど重賞馬が多数。レース前の追い切りでは中京記念に出走するボーデンを相手に、素晴らしい動きを見せ、レース前から注目されていたピコちゃんブラック。その新馬戦では父譲りの雄大なフットワークで、鞍上が後ろを振り返るほどの余裕の圧勝。全く本気で走っておらず、2着に7馬身差をつけ、ネット上でも名前がトレンド入りするなど、衝撃の走りを見せたピコちゃんブラック。素晴らしいバネを持ち、大物感漂う走りに、将来が非常に楽しみな一頭です。